はい、皆さんこんにちは、ファーです。いつもご視聴本当にありがとうございます。はい、今回はですね、検証動画になります。何を検証するかというと、こちらですね。ワークマンの真空ハイブリッドコンテナですね。こちらの保冷力がどれくらいあるか、簡単に検証してみたいと思います。はい、ということで今回ですね、真空ハイブリッドコンテナの保冷力の検証にあたって、商品を提供していただけるということで、ブルーベリーガーデン小木さんへやってまいりました。以前ですね、動画を上げたことがあるお店ですね。はい、検証の仕方は至ってシンプルですね。こちらの真空ハイブリッドコンテナの中に逆でしたね、保冷剤を入れてます。はい、保冷剤が、ロゴスの小さいもの、ジュースの保冷の部分ですね。それと自分がですね、すぐに家に帰らないんですよ。今日ちょっと用事があるので、ここの後に多分結構長く外に出ずっぱりになるので、一応この保冷剤ですね、これも一応入れてます。はい、そしてブルーベリーガーデン小木さんのアイスクリームですねを入れて、このままこの中に入れておくと。で、家に帰って美味しくいただけるかどうか、はい、それでこの保冷力が分かるんじゃないかなという検証になります。こんにちは。はい、ありがとうございます。ブルーベリーアイスクリームですね。中こうなってます。はい、今から真空ハイブリッドコンテナの中に入れますね。蓋をしてですね、ロックがかかってますね。すみません、ありがとうございました。はい、家に到着しました。音声が飛んでしまっていたので、ここからアフレコですね。はい、22時48分ですね。はい、17時半頃にですね、お店を出たので約5時間ほど経過してます。はい、5時間以上ですね。はい、真空ハイブリッドコンテナの中身をですね、確認したいと思います。はい、早速開けてみます。中身どうなってますかね。溶けてなければいいんですけどね。はい、は気になりますね。はい、あ、もうアイスクリームの原型はとどめてますね。溶けてないですね、そこまで。はい、少し柔らかいかなぐらいな感じかな。はい、早速いただきます。ブルーベリーガーデン小木さんのアイスクリームですね。はい、少し柔らかいかなぐらいで、そんなに溶けてないですね。ほとんど溶けてないのかなっていう印象ですね。はい、食べてみたらめちゃくちゃ美味しいですね。うん、このままずっと食べてる動画をお送りするのが申し訳ないので一旦止めますね。はい、いかがだったでしょうか。こちらのですね、真空ハイブリッドコンテナの保冷力っていうのはもう抜群ですね。すごいと思います。保冷剤の方もですね、まだまだカチカチですね。はい、はい、こちらの保冷剤もですね、濡れた感は少しありますけど、まだまだ使えますね。全然溶けてないですね。はい、こちらの真空ハイブリッドコンテナですね、11月から12月ですかね、ウェブ限定だったと思うんですけど、スクエア型ですね、四角いタイプが出るようなんですよね。はい、サイズも大きくなってるのかどうかちょっとまだ詳細わからないんですけど、はい、それも非常に楽しみですね。こちらの真空ハイブリッドコンテナもですね、手に入れやすくなってるんじゃないかなと思います。結構入荷されてる店舗も多いみたいですので、ぜひですね、あの店頭でチェックされてみてください。はい、最後までご視聴本当にありがとうございました。この動画が参考になったよという方はグッドボタンですね、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回の動画は以上ですね。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。